はい、こんにちは。今日ご紹介するおすすめ商品はこちらですね。ディアゴスティーニ大客室製モデルマガジン JAL 旅客機シリーズボーイングドリームライナー787のご紹介です。創刊号は990円とお安くなっておりますので、今日本屋さんに行ってね、買ってきました。今買ってきたばかりで、開封していきたいと思います。なんとダイキャスト製モデルで400分の1スケールでは開封です。はい、中例のごとくね、こういったね JAL の写真とか説明が入っております。著作権があるんでね、この辺飛ばしてざっとしかお見せできませんけど、はい、こういった雑誌がついて、こういう風になっております。400分の1スケールテクノロジー満載のドリームライナーとなっております。で、初回創刊号はこちらボーイング787の旧ドリームライナーといったものが入っております。こんな感じですね。じっくりお見せします。非常にいいですよね。これだいたいね990円ではちょっと買えませんね。次回号からは約税込みの3000円ぐらいというふうになっております。次回はボーイングジャンボかなというふうになっております。詳しくはね、こちらの中にある本の中に書いてありますので、それはそちらの方から見てみてください。こんな感じです。では早速ね、開封して、詳しく作りを見ていきたいと思います。側面ですね。はい、こちらの商品となります。今本屋さんでまだ売ってますんでね、ぜひ、お求めください。次回号はね、これ、値段上がりますのでね、創刊号のみ、お得な価格の990円という風になっております。では開封です。まずここですね、開けてみます。こんな感じで入っております。中身です。はい、こう大きさがこんな感じですね。はい、でこれを取ってこんな感じで入っております。はい、 JAL の旅客機シリーズディアゴスティーニの創刊号となります。非常にねダイキャスト製なんで作りがいいですよね。今後ね、買いたいなという方はぜひ、まあ今990円なんでね、3000円するんですが、990円ならお得かと思います。まあ、創刊号だけでも買われると、まあ、飛行機好きのお子様にもぴったりのプレゼントになると思います。では、開封して見ていきたいと思います。はい、ちょっと開封にね、これ、封印されてますので、はい、開けたところからお見せしていきたいと思います。どうぞ。はい、それではね、ダイキャスト製モデル400分の1スケールの創刊号ボーイング787ドリームライナー開封します。はい、上からね、撮りたいと思います。また後でいろんな角度からお見せします。では開封です。はい、こんな感じになります。はい、こちらですね。非常に精巧な作りとなっております。はい、ダイキャスト製なんで重さもずっしりとあって、しっかり作られております。プラスチックモデルじゃないんでね、こういったところが折れたりしませんよね。長期、飾っとくのにはもう最高のモデルです。ダイキャストモデル400分の1スケールをお見せしております。ぜひね、今本屋さんで売ってますので、これがね990円で税込みで約1000円で、買えますのでね、ぜひお早めにお子様、飛行機に興味あるお子様にプレゼントに最高の商品ですね。こんな感じです。はい、こんな感じです。前です、横です、後ろです。はい、
これにこうスタンドがねついておけば申し分なかったんですけどね、こう立てれる、はい、それ残念な点ですけど、非常に、はい、いい、こちらボーイング787ドリームライナーディアゴスティーニの創刊号990円という風になっております。他ね、いろいろな角度からもっと見せたいと思います。続きます。それではね、ディアゴスティーニのドリームライナー787、ダイキャスト製400分の1モデル金属製ですね、非常に、おすすめの商品となります。最後までご視聴ありがとうございました。現在販売中です。では今日のおすすめ商品を終わります。ではよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたです。さよなら。